坂枝さん、お客様とのアイケア感動エピソードについて教えていただけますか。はい、埼玉ブロックのブロック長の坂枝です。よろしくお願いいたします。私が、経験したアイケア感、感動エピソードなんですけども、夜、スクーターの運転をして、会社の帰りをの時にですね、まあ、道路が走りづらいというようなお客様がいまして、で、それを検査で測ってみたら、まあ、眼位のズレがあったんですね。なので、その眼位のズレを直した、メガネを、ご用意させていただいたら、そこから夜の、帰宅の時の車のバイクの運転がすごく楽になったっていうふうに言っていただいて、すごく喜んでいただいたお客様がいました。実はその方、競合にその度数持ってって、KB で作ったメガネがあったんですけど、それはやっぱり使いづらいということで、元のメガネに戻していただいたっていうエピソードがありました。以上です。